どうも、うちです。皆さん、ガラス越しに夜景を撮るときに窓の映り込みがあって困っていませんか？それを解消する方法があるんです。ということでね、ここは渋谷スクランブル交差点に来ました。交差点じゃないね渋谷スクランブルスクエアに来ました。ガラスがここにあるじゃないですか。で、夜景が広がってて、これ撮ろうとするとこういう風にレンズを当てて、こうやって撮るじゃないですか。こういう風にね、手で押さえて撮ったとしても左側はね、ちょっと隠せてもやっぱ右側がね、無理なんだよね。で、これを両手でやるって言ったらシャッと押せなくなっちゃうから結局無理だっていう、何かで隠すしかないみたいな。帽子でも隠れないしってなると、タオルとか服とか布系のものはないと、この映り込みっていうのが消せない。お分かりいただけただろうか。そうするとどうしても自分が反射しちゃって、写真がね、少し反射が映り込んでしまうっていう状態なので、あるアイテムを使ってこれからそれを防ごうと思います。ブッチーチャンネル、じゃじゃん、忍者フードです。 What is a ninja food?忍者料理とは、この忍者フードをレンズにつけることで映り込みをなくすことができる。忍者フードをつけました。これをつけて今から撮影してみたいと思います。この忍者フードなんですけども、こうやってなってるんで、このままパカッとガラスに当てます。そうすることで、反射がなくなります。黒いタオルがあれば、これでもできなくはないですけども、窓傷ついちゃうから、あんまり窓触ると手垢ついちゃうから、こうやって隠せば、全然これでも綺麗に撮れるんですけど、これでも全然綺麗に撮れたわ
いや、撮れるんかい。グッチーチャンネル。いかがでしたでしょうか。こちらの忍者フード、夜景を撮るときにガラスにこういうふうにね、絶対映り込むときにこれあるとめちゃめちゃ綺麗に、東京タワーとか六本木ヒルズとかいろんな展望台行くときにこれ結構持っておくだけで、映り込みがなく撮れるんで、もしよかったら買ってみてください。この忍者フードはこれ今ね12-24の広角レンズにつけてるんだけども、他の望遠レンズとか標準レンズとか単焦点レンズとかでも、つけられると思うんで、ゴムだから引っ張ると伸びるんで何のレンズにもつけられると思います。ただコンデジだとちょっと難しいかもしれないです。 Amazon のね、リンク貼っとくんで気になった方はこちら飛んでみてください。今回の動画がいいなと思ったらよろしかったらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。やったー、チャーハン来たー。これからラーメンも来ます。ラーメンもこれから来ます。動画撮ったんで、久々の、桜浄水の油当てに来たってことで、もう夜の12時なんだけども、いただきます。Thank you.